タジキスタン国立公園は、タジキスタンのゴルノバダフシャンジ地州内にある国立公園である。タジキスタン国立公園は2013年6月21日、ユネスコの自然遺産に登録された。タジキスタン国立公園は、タジキスタン国内最大の自然保護区であり、タジキスタン東部ゴルノバダフシャンジ地州最北部、キルギストの国境地域に位置する。 タジキスタン国立公園は1992年7月20日にタジキスタン政府により国立公園に指定された。この公園はもともとタジクソビエト社会主義共和国時代の1991年にアンバール・ブズルコフ監修のもと国内初の自然保護区であるシルケンと自然歴史公園に続く国内2番目の自然保護区として設立された。当初、 タジキスタン国立公園はパミール自然保護区と呼ばれていたが、独立後に起こったタジキスタン内戦とその後の国内派閥争いにより公園の名称が変更になった。しかし、専門家の助けを借りることにより、ユネスコの自然遺産候補登録の際には、パミール人という民族名にとらわれることなく、パミール高原という正しい地理名称をもとにした。 タジキスタン国立公園ファミールの山々という名称で登録されることとなった。タジキスタン国立公園は2010年に世界遺産候補リストに登録され、公園設立後21年目の2013年6月21日、カンボジアで開催された世界遺産委員会登録会議においてタジキスタン初の自然遺産に登録された。タジキスタン国立公園は今日、 タジキスタンの観光の大きな目玉の一つになっている。旅行者は様々な希少性のある動物や鳥類などを見るためにタジキスタン国立公園を訪れる。また、国立公園内の山間部には高山植物をはじめとする自然景観の良いスポットが数多く存在する。公園内にはフェドチェンコ氷河のほかイスモイルソモニボン、アブーアリーイブンシーナーボン、 コルジェネフスカやミネなどパミール高原内部にある標高7000メートル以上の急峻な山々が数多く存在しており、登山家が多く訪れる。また、バダフシャン自治州内にはガルムチャシュマと呼ばれる高専があり、多くの観光客が訪れる。中世初期、タジキスタン国立公園のあった一帯はシルクロードの経由地としてキャラワンの対象による交易で栄えた場所であり、 当時を忍ばせるモニュメントが複数存在している。また、バザールダラ付近には、石器時代の壁画や野中文鳥り弟カーク派など歴史的な建築物が点在している。タジキスタン国立公園は国内の自然保護区を管轄するタジキスタン自然保護省により管理されている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。 ありがとうございます。